リンゴです。マルさん、マルです。カネです。よろしくお願いします。イエーイ。怖いわ。怖いだろ。見てる人も怖いし、横にいる俺も怖いしよ。やめてくれ。笑顔でいる俺も怖い人みたいになっちゃうだろう。すいません。めちゃめちゃ怖いわ。いや、テンション考えてちょっと。テンション上がって頭バンバンバン。すいません。どうしてもね、子供の頃から子供の頃からそう育ってきたので、すいません、はい、お茶目な相方でね、本当に。はい、今回ですね、殴る。ラインスタンプを作ろう。あが生涯に一片の悔いなしということでね、急にラオウ、はい、もう言葉の通りです。はい、はい、自分の人生に悔いがないように生きようぜっていうことですね。違う違う、ラインスタンプを作ろうよ。俺も常にそうやってそういうふうには思ってた。もう芸人やってる以上悔いがあったらもうかっこ悪いですからね。皆さんもそうですよ。違う違う、そういう方がいいですよ。違う違う、何の動画なの。ラインスタンプを作ろうよっていうことですよ。ああ、ラインスタンプを作る、はい、あ、まあまあカニアとして生み出していこう。おーおー、いいですね。いこんましょう、いこんましょうね、はい。そう、そのためにカニャのイコンマショーっていうスタンプを作るんですか。カニャを売り出すためにそうスタンプを作ってね、うん、売り出してイコンマショーってことですよ。みんなに知ってもらんましょうってことですね。そう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 、そういうこと、そういうこと。ああ、いいじゃない。そうそうそう、知ってます、ラインスタンプって。いや、知ってるわ。バリバリ使ってるわ。パンパンってね。はいはい、このポンポンでみんな今伝わってる。まあ、そんな感じでね。お、まあ、どんな感じなのかわかんないですけど。そうですね、はい。作るっていうのは何ですか、まあ、我々で書いていきましょうみたいなことなんですか。そういうことです。ペンがあるからね。ここにそうそうそう、ボールのペンがあるから2つ、ああ、これを使って、あ、僕はこっちにしよう、はい、書いていきましょう。なんでこっち渡されたの。なんかじゃあこっちがあれだ、毒が塗ってあって舐めたら死ぬのか。ジェットストリームだって。僕はこっち、ああ、そう、丸さはほら絵が上手いから、ああ、そういうハンデがないとこっちやってけねっていう話ですよ。いやいやいや、急にキレられたね。まずは、はい、おはようです。ああ、なるほど、ね。おはよう使うでしょ。おはようで、はい、うん、考えて。さあ、ここは沈黙が続くと思いますが。本当だよね。うん、まあ、おはよう感があればいい。おはよう感。もう、あ、もう構図ができた。もうできた。完璧にできた。はい。で、これを書くでしょう、まず。あー、難しい、難しいな。え、むずくねえか。どうなってる、どうなってる。独り言多いな。どうなの。ここを書くことによって立体感が生まれる。お、立体世界で生きる男、ビンゴ。人間みんなそうなんですよ、立体世界で生きてるの。気づいてないから、異次元の人もいるでしょ。気づいてないからそっとしておきましょう。異次元の人もいる。あー、やっちゃったな、これ。え、これおかしいよ。あ、誰に言ってんの。つなげればいい。さらにこっちがある。誰に言ってるの。そうだね、そうでした。バンジーキュース。終わってるね。こうすればいいんだね。もう俺できたとしていい。はい、 OK ですか。 OK です。はいはい、はい、いきますよ。はい、バン。おー、最高の、おー、最高のおはよう。あ、いいじゃないですか。うん、最高でしょ。ただちょっといろいろ足さないと屋外感は否めないけど。はあ、はあはあ、そうだね。なんかピクニックしてそのままベッドで起きたみたいになってますよね。素敵ですよね。はい、丸さんはこうです。お、入れてきたね、自分を入れてきましたよ。もう入れてきやがったな、こいつ。カニャのスタンプなんでしょ。あ、なんかその字をちょっと太くしてんのもちょっと教えてもらわないとさ、こっちもさ。いやいやいや、教えてもらわないととかじゃないじゃないですか。どうも作っていきましょう。おっしゃ、はい、そう、おはようの次、逆ですね。おやすみマンですね。あ、おやすみ、うん、うん、あ、次いいこと思いついちまった。なんだろう。あ、じゃあ俺もちょっといいこと思いつこう。そう宣言して思えるか。俺も思いつかなきゃ。マジマ
早くない？いいこと思いついてから秒で失敗してない？やばいな。まあいいや、まだ大丈夫。はい、じゃあ今回先行丸さんにする。はい、行きましょう。はい、丸さんの書いたのはこれです。おお、出してきたね、自分をまた。いや、出してきたね。いや、そうでしょ、だってこれからこうでしょ。これからこうでしょ。何、はい、それは帽子を取ったってこと。そういうことですね。そうなんだ。はい、何、 これはさ、はい、帽子っていう体なの、生きてるっていう体なの。こっちが本体ですね。違う、こっちが本体で寝るのはこっちです。みんなが丸沢だと思ってる方は一切寝ることを知らないモンスターということで。はい、なんかちょっと完成度高すぎんじゃねえか、逆に。いや、そんなことないですよ、これは。って思うんだけど。はい、うわ、どんなのが出てくるんでしょう。僕のはこちらです、はい、ペン。あー、いいじゃない。ほら、来た。あ、いいじゃない、これは。イエー、あー、売れた。いや、まだ売れてないですよ。出してもいないんで。いいよね、はい、お休み出揃いました。イエーイ。はい、2つ。うん、あと、あれですよ。なんすか。38個買ってますね。でも多くない？40個だから。1セット40だから。ちょっと待って、1人いくつ？20です。1人20です。ああ、じゃああと18枚ずつ。いや、投げ。違う違う。これさ、あと同じの書いてるからさ。はい。え？どういうこと？もうそもそもなんか見切り発車でスタートしちゃったんだけどさ。はい。同じのを書いて、いい方ってやったら2人とも40書かないといけない。いや、きつい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 。だったら、20ずつ一緒、20ずつ一緒。俺は何々、丸さんは何々を書くっていう分担にするっていうか。あ、なるほどね、はい、はいはい、どうしていくか。あ、今が決断の時。じゃあそうしましょう。あ、はいはい、わかりました。そうします。じゃあまあとりあえずおはよう休みは、まあ、どっちで使うかは、うん、まあまあいけると。はいはいはい、はい、じゃあこっから次がですね、うん、ありがとうと、うん、その次、了解。あ、はい、じゃあ丸さん、ありがとうでしょうか。ありがとう、了解書きます、うん、そっか、縦の方がいいね。わかんないわかんない、あの結局切り取るところはあのそのスタンプの画角になるから、真四角だもんね、うん、そうそう、割とそうそうそう、うん、真四角に入れられるようにしない。そう、だからちょっとちっちゃめに書いた方がいいかもしれない、ね、紙のサイズから。そうだよ、ダメだこれ。これだって横長だもん。これ横長絶対入らない。ところどころで何か大変なことが起こりそうな予感がする。できました。はい、できました。はい、いきますよ、はい、了解。はい、リンゴの了解。お、リンゴの了解。でーん、すごく了解感が伝わってくる。そうっしょ、うん、いいっしょ。いいいいよね。そう、心の中ではこうしときたいのに、もう手はこうでしかないから、これ以外はできないから、ハートで伝えてるってことだ。っていうか俺、絵うまいな。絵うまいね。おっしゃ、こっちですね。これなんか土下座してるみたいですごくいいんじゃないかなと思って。土下座になっちゃうんだ、感謝が。ごめんはごめんであるんだけどね。じゃあってなるけど、じゃあ最悪これでごめんにしてる。忍部分だけね。修正期かなんかで消して、はいとこ、ごめんもしたらごめんね、はい、ちょっと下にこうちょっとちっちゃく書けばいいんじゃないですか。ごめんねの可能性ありみたいな。お、チラリですね。チラリ、はい、これ結構もう割と使うんじゃないかな。そうだね、使おうと思う。絵文字とかで字が2つ入っちゃうっていう。すごいね、チラリ新聞になってる。いいですよ、チラリ新聞すごくいいと思う。やった。はい、次は、次はあのポジティブなやつで、うん、おめでとうっていうのをあると多分使うかなと思って。おめでとう。嬉し泣きってことですよね。そうですね、うん、いいじゃん。いいですよ。こんな祝われ方したら絶対嬉しいですね。そうだよね。この祝われ方めっちゃ嬉しくないですか。うん、
男の人は幸せになれない気がするなんかすいませんけどこの人はね、はい、でちょっとひねってみて、はい、そういう意味で丸沢は次はあの悲しい気持ちの表現ですね、はい、ああなるほどねでもこれいいよこの文言とかで、あ、いいですよね、うんうん、新しい、うん、そうそう、雨だからって悪いことばかりじゃないですか、なんかそうそうネガティブな感じも出してるけどいいっていうことも言ってるって、そう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 、すごくいい、うん、あのまあこの YouTube を見てる人だったらね、おうおうおう、あのまあ分かってると思うんですけど、うん、やばいってっていうのが、ああ、ビンオのね、はい、の僕ビンオの虫取りの時ですか、最強リアクションね、を、まあ、言葉に入れようと思って、うわ、やばいっていうの、バーはウニに点々のものね、そうそうそうが、これですねああ、いいですね、はい、あまあ、やばいってもまあ、使うかなっていうのもあるし、はいはいはい、ああ、いいね、状況も、いい感じの状況にできたかなと思います、あの丸さんはね、これあのさっきとまあ同じです、言っちゃえば、うん、あのハテナの逆です、ね、なるほどね、 あとあのダブルびっくりマークいや、いいよこれ、これいいよ、うん、これいい、これはいいよ俺はちゃんと正直に全部言ってるから、おー僕あとこれも YouTube から来たんですけど、はい、あの独り言の動画で、うん、ピシッて自分で言ってる、ああ確かに確かに、やつだったんで、まあ、それはなんか生きる状況ないかなと思って作ったのがこれですね、そういうイメージなのね、ピシッてるなんかそっちの方が言葉として入ってきちゃったイメージ、これね、あの怒り方面で使えるな、あどっちでも使えるんじゃない、怒りでも使えるし、なんかショッキングな感じでも使えるし、はいはいはい、あ結構使えそう、じゃあいいっすね、こっからはちょっと変わり種ですね、残りはもうあの、まあ、そういう挨拶系とか、うんうん、まあ、よく日常のコミュニケーションやり取りで使われる系のは出したかなと思って、新しいもの、おああいいよなかなかないかもしれない、これはなんとなく言いたいことは伝わる誰々からスタンプが送信されました、はいはいはい、開いたらこれ、これっていうあいいじゃないですかまたポジティブな、うん、わーいっていうやつを書きます、うん、はい、わいいよ、はい、うん、いいよ、わーいと、あと、うん、あのカップルとかがアイス食べたいっていう感じのカップル同士でイチャイチャするとか、アイス食べたいっていうどういうことこれあのやばいでしょ、トリプルのやばいでしょ、トリプルのやつ自分で言ってるじゃん、しかおのずから言ってるじゃん、これが一番丸さお気に入りです、まあまあいいか、自分でやってる方がまだいいか、そうです、これが見えないとなんか虐待とかみたいに繋がっちゃうからね、それあってよかった、はい、あってよかったわ、どれか使いたいやつありましたかね、いや結構ね、だってやっぱ使うでしょ使ってほしいちょっと自分で使いたいの結構あるの、そうだね、自分で使いたいで、まずね、そこからですね、そうですね、なんかその各々のね使い方を見つけてもらってもいいかなと思いますし、うん、びっくりするぐらいスズメバチ書いてないわそうだね、うん、蜂書ってからだった、はい、まあそれも増えるかもしれないですけど、いいですね、 LINE スタンプを作ろうでした、できたら買ってね